長かったようで早かった今年1年、良かった人もそうでなかった人も、皆さんご一緒に Keep Wrestling Classic。これまででも一番こういろんなことがあった1年だったな、うん、まあ、これは言ってみればこう神様があるいは地球がですね、こう俺たちを生かしてる、なぜかというと必要としているからじゃないかって、うん、そういうふうに俺たちは解釈してるんですけどダメですか。6人タッグマッチ、リンマイロン、ヘイリー・ヘイトレッド、ジョシュ・オブライエン対鬼頭拓也、誠、あけぼの。もともとリンバイロンってこう大きい男と戦いたい、そして倒したいっていうことを言いながら、まあ香港からやってきたわけで、まあしかしアケボノさんってこれ以上大きい人はきっと後にも先にもリンバイロンの前には現れないんじゃないかっていう、そうするともう今日はある意味ねリンバイロンのこうプロレス人生のクライマックスのうちの一つですよ、うん、第1回デーブ・フィンレイ杯トーナメント決勝戦、白瀬水戸七対土井浩二。今日勝った方が来年こう若手のこうリーダーシップを握るとか、そんな甘い世界じゃないと思う。勝ったやつがね一番追っかけられる辛い立場になっちゃうんですよ。6人タッグマッチ、関本大輔、橋本和樹、上谷秀吉対児玉雄介、高橋正也、洞口義弘。実は高橋正也はですね、最初から僕は大日本の関本さんに憧れていますって言って入ってきたんですよ。じゃあなんで大日本行かねえんだよって思ったんだけど、まあいいやっていうことで、でとうとう今日ですね、その一つの夢が、あいつの一つの夢が叶います。だけどまあ関本選手はまあたまげますよ、見たことない人はすごいよ、うん、TLC with バリカンインザンバンクマッチ、バラモン州バラモン携帯、矢郷義明、黒潮二郎。あの袋を3つ吊るして、その中に1つだけバリカンが入っていて、それをはしごを登ってゲットして、相手の頭を勝った時点で、試合が終わると。だけどあのなんか矢郷さんは切らないんですってあの矢郷さんチームは黒潮だけなんですって。初代 WNC 女子王座決定トーナメント決勝戦、首里対世界のノザビッチ野崎なぎさ。プロレスってのは別にその技の攻防を見せるものじゃなくて、見てる人を本気にさせるための競技っていうかですね。とすると野崎なぎさがそこまでこう見てる人をムカムカさせたり、あるいは他の選手がね、あの見てる人を喜ばしたりするって、それがまあ本当の一流の証であって、とすると野崎なぎさってのはすごいレスラーなんですよ。俺ははっきり言ってね、世界中でいろんなレスラーを見てるけど、野崎なぎさってのは結構すごい、うん、メインイベント、初代 WNC 王座決定トーナメント決勝戦、アキラ対田尻。まあもう細かいことはぐだぐだ言わないよ。とにかくフィンレイが持ってきてくれた、俺たちのために作ってくれたベルトは俺が巻くよ。当たり前だよ、それだけだよ、うん。ナンバーワン決定戦ファイナルラウンド、始まり始まり。